各州の選出結果、ロムニー・サントラム・ギングリッチ・ポール2012年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙は、2012年、アメリカ合衆国大統領選挙に向けて、共和党の大統領をび、副大統領を指名候補を選出する手続きのこと。全米各州で行われる、予備選、党員集会を通じて、大銀、総数2286人の獲得を争う。 過半数1144人を獲得した者が勝利となる。これまでの共和党予備選はすべての州が勝者総取り方式だったが、今回からは得票率に応じた比例方式に変更された。比例方式であっても得票率1位の候補に優先的に代議員するが配分される州もあり、細かいルールは州によって異なる。 1>, 1月から3月までの序盤の予備選では、比例方式が採用されるが、4月以降は、勝者総取り方式が解禁される。この結果、候補者の獲得代議員数に差がつきにくくなり、選挙戦が長期化することになった。これは、現職のジェラルド・フォード大統領に、ロナルド・レーガンが挑み決着が、党大会までずれ込んだ1976年以来のことになる。 バラク・オバマとヒラリー・クリントンが2008年予備選で激闘を演じ民主党に活力を与えたことが本選でのオバマ勝利に結びついたと言われており共和党側も大統領候補選びを盛り上げようと予備選の方式を変更した一方で時間と金の無駄遣いでありオバマ氏を利するだけだといった声もある実際民主党は現職のオバマ大統領 バイデン副大統領で一本化されており、選挙活動を行っていないため、ほとんど資金を使っていない。先人を切って1月3日に、党員集会が開催される、アイオワ州は、全米の注目を集める。代議員数は少ないものの、レース全体に与える影響は大きく、各候補が勢力を注ぎ込む。また、10州で選挙が行われる3月6日は、 スーパーチューズデーと呼ばれ予備選の行方を左右する。ただし、前回2008年の予備選挙では20州による大規模選挙だったが、今回はレース全体のバランスを考慮して10州に減らされた。その他、代表伝であるニューヨーク州やカリフォルニア州、テキサス州などが終盤の山場となる。全米各地の集会所やテレビ番組を通じて、 討論会が開催され、様々なテーマで議論が繰り広げられる。ただし、相手の上げ足を取ったり、誹謗中傷を繰り広げる中傷合戦が多く見られる。また、その時に支持率トップの候補者に対して、集中攻撃を浴びせる場面が多い。このことに関しては、共和党内や支持者からも、しこりが残るとの不安の声が聞かれる。 民主党のオバマ政権からの政権奪回は全候補者の一致した目標である。共和党はオバマ政権の政策を大きな政府、社会主義だと批判している。オバマ政権は弱者、中間層優遇の政策を打ち出しており、富裕層寄りの立場を取る共和党と対峙している。特にオバマケアと呼ばれる医療保険制度改革は激しい対立となっている。 今回の大統領選について世論調査では雇用、経済対策を最も重視するという人が多い。リーマンショック以降の金融危機により長く低迷するアメリカ経済をどう立て直すかが大きな争点となっている。アメリカ国民のオバマ政権の経済運営に対する評価はほとんどの世論調査で不支持が上回っている。伝統的な共和党の経済政策としては 政府による市場への介入を減らし、民間による自由競争を活性化させることである。また、富裕層への優遇にも重きが置かれる。一方で、ウォール街を選挙せよ、運動にも見られるように、アメリカ社会では低所得者層による反発が表面化している。富裕層からの支持を取り付けつつ、低所得者層にも配慮するという、難しい選択を迫られている。 この点について、かつてロムニーが、投資会社を経営していた時代に、投資先を倒産させ、多くの雇用を喪失したとして、他候補から攻撃にさらされた。また、全米屈指の高額所得者であるロムニーに、庶民の気持ちがわかるのか、といった声もある。ウォール街を中心とした、金融機関からの献金でもロムニーが突出している。オバマ政権で、 イラク戦争が終結したこともあり、2008年の大統領選とは打って変わり、軍事政策が主要なテーマに上がることは少ない。アフガニスタン戦争に関しても、各候補ともに撤退もしくは縮小の立場を取っている。これは膨大な軍事費用と人的消耗に対する国民的な疲弊感の現れとも言える。一方、議員歴のないハーマン・ケインは、 外交政策のムチぶりを露見し、指名争いから脱落することとなった。ロンポールは、海外中流軍隊の即時全面撤退という大胆な公約を掲げており、在日米軍のあり方にも大きな影響を及ぼしかねない。これは、共和党の大統領候補を選ぶ際に毎回主要なテーマとして取り上げられることであり、今回も宗教保守層の支持を取り込もうと、 各候補が躍起になっている。人工妊娠中絶、否認、同性婚、移民政策、家族のあり方などが挙げられ、強硬姿勢を示す候補ほど支持される。近年、宗教保守層の影響力は、ますます高まってきており、共和党予備選挙は、かつてない、保守らしさを争う選挙になっている。この点において、本命候補のロムニーが、モルモン教徒であるという点が、 大きなネックとなっている。リベラル寄りのロムニーの政策に反対するティーパーティーをはじめとする保守派はアンチロムニー運動を展開。当初はバックマンやペリーを支援していたが候補者の一本化の失敗により得票が分散する結果となった。この事態を受けて1月14日にキリスト教右派を中心とした保守系団体は支持候補をリック・サントラムに一本化した。 それでも、ニュート、ギングリッチ、ロンポールに、一定の票が入っている。注目の初戦となる1月3日のアイオワ州は、ロムニーとサントラムの大接戦となった。当初は発表差で、ロムニー勝利と伝えられたが、その後の最終形で34票差で、サントラム勝利に覆された。福平サントラムの検討は驚きをもって迎えられた。一方、 同州で6位に終わったバックマンは選挙戦からの撤退を表明した。続くニューハンプシャー州はロムニー、サウスカロライナ州はギングリッチが制するという混戦のように。また撤退を表明したハンツマンがロムニー支持、ペリーがギングリッチ支持を打ち出した。この他にも候補者の一人だったハーマン・ケインがギングリッチ支持、 ドナルド・トランプが、ロムニー支持を表明するなど、ロムニーとギングリッチの二人を軸に、今後の選挙戦が展開されると予想された。世論調査で、ギングリッチ優位という結果も出始めたが、フロリダネバダ領州をロムニーが制し、再び流れを引き寄せる。ところが、2月7日のコロラド・ミネソタ・ミズーリの3州は、すべてサントラムが勝利するという予想外の結果となり、 全米メディアにも衝撃を与えた。これは保守層からロムニーに対する不満の現れと受け止められた。一気にサントラムに流れが傾き、支持率でもサントラムが優位に立つことが多くなってきたが、その後の各州では大量の資金を注ぎ込んだロムニーが立て続けに勝利。ただ、サントラムも必死に食い下がり、得票率で大きな差をつけることはできず、 獲得大議員数でも差は広がっていない。迎えた3月6日のスーパーチューズデーでは10周で予備戦、党員集会が行われ、ロムニーが6勝、サントラムが3勝、ギングリッチが1勝という結果となった。10周の大議員419人のうち、ロムニーが約220人、サントラムが約90人、ギングリッチが約70人、ポールが 約20人を獲得した。過半数を制したロムニーが優位に立つ展開となった。保守票の分散による友倒れを懸念したサントラム陣営がギングリッチ陣営に対して予備選からの撤退を求めたがギングリッチ側がこれを拒否。当面は4人による争いが継続されることとなった。続く3月10日の4州の遠い二州会では保守地盤のカンザス州で サントラムが圧勝。しかし、グアム・北マリアナ諸島、バージン諸島の3区は手堅く、ロムニーが抑え、大銀数で、ほとんど差はつかなかった。3月13日のアラバマ・ミシシッピの南部2州では、サントラム、ギングリッチ・ロムニーが、得票率30%前後で争う接戦となり、金差で2州とも、サントラムが制した。 同日のハワイ州とサモアではロムニーが勝利したため、ここでも大議員数での差はつかなかった。3月18日のプエルトリコの遠い2周回では、ロムニーが、得票率80%を超えて圧勝し、獲得大議員数を500人に乗せた。3月20日の代表伝、イリノイ州ではロムニーが解消。続く南部、ルイジアナ州では、サントラムが圧勝したが、 ロムニー優位の情勢は変わっていない。また、共和党内からは、長期戦による分裂を避けるため、早期決着を求める声が強まってきている。ジョージ HW ブッシュ元大統領や、マルコルビオ上院議員など共和党の実力者が、相次いで、ロムニー支持を表明し、候補者一本化を求めた。4月3日のメリーランド州。 ウィスコニシン州、ワシントン DC の参戦すべてで、ロムニーが干渉し、指名獲得に弾みをつけた。4月10日、サントラムが選挙戦からの撤退を表明した。5月2日、ギングリッチが選挙戦からの撤退を表明した。2010年に出された複数の判決によって、選挙における候補者と直接関係のない政治団体への献金には、 規制を設けてはならないとの判断が下された。これにより個人献金はもちろん企業、団体献金を大量に集める勝手連的な政治団体の存在感が増し、スーパー PAC と呼ばれるようになった。2012年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙は、スーパー PAC が大規模に活動する、初の大統領選挙となった。候補者間、特に、 ロムニーを支持するレストアワーフューチャーとギングリッチを支持するウィニングアワーフューチャーがテレビ CM を利用して激しいネガティブキャンペーンを繰り広げている。混戦の米共和党の大統領候補選び、今夏までずれ込む様相。 http://jp.wsj.com コロンススララッッシシュュスラッシュ us スラッシュポリティクススラッシュノード3956752012年2月20日、閲覧。米大統領選、サントラム市に一本化共和保守系団体支持へ。http://jp 毎日、フォト、アーカイブ、ニュース、2012-01-15 2012万116、K000m030053000,CHTML2012 年2月22日、閲覧。保守一本化呼びかけイコール焦るサントラム人エベ大統領選。 http://www.jiji.com/.jc/.zc? キーイコール A5%B5%A5%F3%A5%C8%A5%E9%A5%E0%A1%A1%B0% ec%cb%dc%b2%bd&k イコール20万12032兆120億3080万742千12年3月13日閲覧2012年大統領選混迷の要因はスーパー PAC にあり h t t p w w w n e w s w e e k j a p a n j p r e i z e i 2 0 1 2 0 1 p o s t 3 9 0 p h p 2 0 1 2年1月25日閲覧。ありがとうございます。